皆さんこんにちは、ロボコン安全管理アドバイザーの深谷です。今日は、今回から始まった、ロボコン安全基礎講座、皆さんと安全とは何か、安全対策がなぜ必要なのか、ロボット制作を行う上で安全対策をどのようにすればいいのかの心について学んでいきたいと思います。早速ですが、第1回のテーマは安全対策の基本、バリ取りって何です。バリ取りってそもそも何でしょう。バリ取りというのは、金属を切った時に出るギザギザの部分をバリと言います。このバリをヤスリとかで、きれいに仕上げることをバリ取りと言います。このバリ取りと面取り、これはロボット製作における基本中の基本です。でも面倒くさいからってこういうバリ取りとかをサボったりしていませんか？ここではバリ取りがなぜ必要なのか、その危険性についてみんなで一緒に実験を通して勉強していきたいと思います。では早速、バリがある材料で、どれだけ危ないかを実験したいと思います。ではここで人参を使ってみましょう。この人参がもし、皆さんの皮膚だった時にこれが当たったらどうなるかやってみたいと思います。はい、こんな感じで綺麗に剥けてしまいました。次はですね、この綺麗に切ってある材料なんですけど、一見安全そうに見えるんですけど、これも非常に危険です。でこう綺麗に切れてるので、皆さんも髪をこうなってた時に指切った記憶ありますよね。非常に危ないんですね。試しにこれを切ってみましょうか。このようにですね、非常に切れ味があります。バリだけじゃありません、こういうところに取り付けるためにこう斜めに切ったりするときありますよね。とこの先端が非常にとんがってしまうわけです。ここにあるのが普通のグレープフルーツです。これが実際にどれが危ないかを、さっきの部品を対象に実験したいと思います。このグレープフルーツが、このグレープフルーツが落ちると、こういうふうに見たくない光景が、出てしまうと。ネジが長すぎるとこんな風に飛び出てしまいます。これ何気なく作ってしまいますけど、これ指引っかかったら尖ってなく傷つきしまいますね。怪我してしまいます。スポンジ等でしっかりとカバーをして、指だとしましょう。でこれが近づいた場合、こんな風に非常に危ないことになるわけですね。どうなるかというと、こういう感じで、はい、このように実験を見てきましたが、やはりちゃんと対策しないと危ないということはよく分かったと思います。皆さんも、これはあくまで一例ですから、皆さんたちが作っているロボットに関しても、何が安全、どういうふうにすれば安全対策ができるかということをよく考えて、自分たちで最適な対策をしてほしいなと思います。この基本をしっかりと忘れずに、素晴らしいロボットを作って、ぜひ競技に持ってきてください。また次回お会いしましょう。さよなら。